こんにちは。今日は私まどかより子のテレビには小宮義継さんというソシャルビジネスグループの代表取締役に来ていただいております。小宮さんとは10年ほど前からのお付き合いになります。私が、母子家庭のお母さんたちが2つも3つもお仕事を掛け持ちしてもなかなか子供を高校にやれない、もう本当大変な状況を知って、なんとか、まあ、1つの仕事で正社員になれれば、そしていい収入が得られればそれに越したことないんですけれども、景気が悪い世の中でなかなかそうはいかないときに、じゃあ2つ目の仕事は子供が子供を1人で置いて夜働きに行くとか、そういうことのないようにするにはどうしたらいいかと言って、在宅就業支援っていうのはあるよというのを教えていただいたのが小宮さん で、その在宅就業支援のための法律も作り、実際に NPO を作ってという時に、訓練だとか仕事を取ってきてお母さんたちに仕事をしてもらうという、そこをお手伝いいただいたというか、もう本当に助けていただいたのが小宮さんだったんですけれども、その小宮さんはその前からずっと障害を持つ人たちのための会社を経営してこられましたよね。それはなぜ障害を持つ人たちの会社を作ろうと思われたんですか？それは私が昭和43年に、私23歳で会社を作ったんですけども、その時にお世話になった国際電子計算センターっていうところのね、豊城さんっていう社長さんが敬虔なクリスチャンで、そしてその当時から障害者を多数雇用してたんです。そうですか。今でこそそういう会社も増えてきましたけど、まだまだ少なかった時代ですよね。他になかったですよ。そうですか。でその社長 の、なんていうかやってることを私見ててね、私もお役に立ちたいなと思って、でその後その会社がちょっと左前になって、私の会社でそれを救いして、そのご縁からスタート。なるほど。でもよくね、障害を持つ人たちに働いてもらった方がいいと言っても、もう本当に安いお給料でっていうケースが多いじゃないですか。小宮さんの会社とかはどうなんですか？実際にはですね、障害がある部位、このどっか身体障害とか、主に私どもは身体障害で、その仕事には関係ないところにの障害がある方が中心だった、じゃあ能力は大変あるんですね。なるほど。僕はやっぱり頭のいい人がね、いるんですよ。そういう人たちに働いていただいて、従ってお給料は健常者とですね、基本的には同じです。そうなんですか。そういうふうにやってます。なるほど。そういうことなんですね。それで、東京都ビジネスサービスという会社もお作りになりましたでしょ。そこが私が作った NPO なんかのほとんどお仕事の訓練やらいろいろやってくださったんですが、その設立はその今おっしゃったような健常者とその障害を持つ人との差別なく働いてもらうというそういう会社だったわけですね。そこもこれは法律に基づく会社でございましてね、でこの法律ができて、それで先ほどの豊城社長が芝園橋のですね、雇用促進事業団っていうのかな、なんかそういう名前のところの会長さんで、なるほど、副会長さんがNEC の人事部長だなんて言ってましたけどですね、で豊城さんはその法律に基づいて、各都道府県に5つの会社を作ると、で障害者を重度障害者を雇用してモデル企業にすると、こういうことだったんですね。なるほど。で社長は一生懸命このそういう大企業にお話をしたんだけど、どこもやってくれないと、でカテナでやってくんねえかなっていう話がありますね。カテナというのはお作りになった会社ですね。それじゃあやりましょうということになりましてね、それでスタートした。ちょうど私が40歳だったんですけど、カテナを上場させた直後だったものですから、ちょうどいい機会だし、それでその本社をですね、塩見っていうところに作る時だったんです。ですからもう全部それは、障害者対応のビルにいたしましてね。すごいですね。でそこで2階を全部その会社のために使うようにいたしました。そうなんですか。でその人たちには主にデータ入力とかそういうお仕事をしてもらってるわけですか。ソフトウェアの開発。でその会社はでも会社に来て、その障害者仕様にしてあるから駐車場からビルから全部使いやすい。今は在宅就業もやってらっしゃいますでしょ。その在宅就業は
このソシアルビジネスグループはほとんどが在宅就業の会社なんですか。在宅就業のメリットというか魅力というか、これはあのパソコン の, その発達とね、それからインターネットの普及と、その両方があって初めて実現したことなんですけど、どこにいても同じなんです ね, ですね。隣の部屋にいても、ね、沖縄であっても、あのインターネットとつないでますから、そういうことでその働きに出られない方もいるわけですね。障害があったり、いろんな事情 で,、でそういう人たちに仕事をさあの提供するというのに一番いい方法ということで、考えたものなんです。なるほど。今、かなりの数の方がいらっしゃるんですか。これ7800名。すごい数の方ですね。あの私も実はその母子家庭のお母さんたちに、まあ、在宅就業がいいんじゃないかと思ったのは、子供が小さい時にあの熱が出てもね、保育園は37度以上の熱があると預けてくれないんですよ。そうなんですか。でもお母さんたちはほとんどがあの正社員じゃなくて、日給月給で働いてますから、あの仕事に出られないとそれだけ生活費が減るわけですよね。だからあのよっぽどの重病でない限り、じゃあ寝かしつけて働きに行くなんて方がたくさんいらしたし、それから一つの仕事じゃ持たないから、夜子供を寝かしつけてから皿洗いに行くなんて方も多くいらしたんですね。それでじゃあちょっと子供をね一人で置いていくなんていうのは、もう母親の方も不安ですし、子供の精神衛生上も良くないというので、じゃあその今あの小宮さんがやってらっしゃる、あの体にハンデがあってなかなかあの外に行けないから在宅就業っていう、そのノウハウをね母子家庭のお母さんたちにもと思ったんですが、あのメリットとしてはそういうとてもいい部分があると思うんです。子どもとも接触できるし、子どももお母さんの背中を見ながらお母さん頑張ってるなと思えるし、ただ今はその在宅就業っていうのはなかなかあの賃金が安くなったりで大変なんじゃないですか。これはですね、あの、私ども、もうあの競争入札の自治体だとか、まあ、あの民間企業の場合はそういうことないんで、それはそれでいいんですけども、あの自治体だとか国だとかですね、そういうところはあの競争入札で取らないと。そうなんですよね。これがですね、大手企業があの安い価格で取って、そしてそれを中国、その子会社が中国とかインドとかにあって、だから安く取れるわけですね。そうするとその、まあ、確かにその発注側はですね、価格が単価が安くなるからメリットがあるように見えるんですけども、しかし一方でその障害者の皆さんとかそういう人たちに対していろんなその助成したり補助したりしなくてはいけませんよね。そうするとトータルで考えるとそれは決してあの安いものではない、むしろその少し高めになったとしても随時契約のような形で、そしてその安定的な単価をあの払ってあげられれば、そうするとその人たちは名誉ある、それこそ納税者ですよね。そうですよね。そうするとトータルとしては、安くなると、それだしその誇りそうです。やっぱり生きがいと誇りを持って働いていけるという、そういう雇用の場を作り出すというのはとても大事なことですよね。もう一つはセーフティーネットというか、外交とか防衛の安全保障がよく言われますけど、例えば地図入力だとか水道管ガス管の入力とかね、そういうのまで海外持っていくっていうのは大変危険ですよね。それよりも障害を持つ人や母子家庭のお母さんたちに在宅ででもやってもらう、そのためには競争入札じゃなくて、やっぱり随家ってなんか今悪者扱いされてますが、でもそういうところに、まあ、アメリカでいうとアファーマティブアクションといいますか、あのこういう特別の割り当てをここにしようというような形で、あの今おっしゃったように誇りを持って働いてもらうような仕事の枠組みを作っていくっていうのはとっても大事だと思うんですよね。もう私も国会議員の時ずっとそれ言い続けてきたんですが、なかなかもう随家って言ったらその悪者扱いされてうまくいかない部分があって、なんとかそれやりたいと思うんですけどね。もう一つはあの今安倍政権になって、なんかあの自立することがすごく大事でね、あの真面目に働く人が報われる社会っていうのは当然のことだと思うんですけどね。私なんかずっと母子家庭の人たちを見ていて、まあ私も離婚しましたけど、一応あの
実家もあったり、それからちゃんと大学も出てたりすると、それなりに社会の中で生きるノウハウを持っているし、ネットワークもあるし、なんとかやっていける部分あるんですけども、大勢の3万人近い人の相談を受けた中には、中卒だったり親御さんも生活保護を受けてたりとかでね、もう本当に離婚したことによってマイナスからのスタートの人がいて、はいはい、それは障害を持っている人も同じだと思うんですが、とってもいくら頑張っても頑張ってもね、それこそ卓木のあれじゃありませんけど、はい、じっと手を見るじゃありませんが、本当に頑張ってもそんなまともに食べていける収入の得られない人がいっぱいいらっしゃるんですよね。 そうですね、そこをなんとかしなきゃいけないと思うんですけれど、はいはい、私はですね、努力した人が、ね、正しく報われるっていうのは正しいと思うし、その考えでいい。ただ努力したくても、ね、できない人たちっているんですね。そうなんですよね、はい、その人たちをやっぱりこの、うん、互いに助けていくっていうことが、ね、とても大事じゃないかというふうに思ってまして、そうなんです、はい、だからそれが共生というか、はい、共に助け合って生きるということなんだけど、はいはい、今の安倍さんたちはとにかくこうそういう人たちを切り捨てるようなね、強者の論理のような気がしてならないんですね。まあそうでなかったら嬉しいんですけども、はい、ぜひとも頑張りたいと思う人が頑張れるような、そういう環境づくりをねしてあげる、後ろからちゃんと後押しがしてあげられる、そんな政治をしたいと思うんですが、私もまた今年の夏頑張り、ね、はい、すいません、はい、大丈夫です、はい、メールをね、いただいたんです、はいはい、その働いてる方、その時たまたまですね、朝の4時に、仕事を出すことを実験的にやってみたんです、そしたらその自分はですね、その新聞配達もしてるんだと。あ、すごい。それとその新聞、その昼間もおそらくその仕事してるんだと思うんですね、で、その新聞配達をしてる合間の時にそれができるんで、とてもありがたい。あ、すごい頑張り屋さんというか、すごいですね。それから収入それ自体はこれをやって、はい、そんなにたくさん収入になるわけじゃないんです。でもそれは合間合間でありますからね、でもそれがそれでもとても嬉しいと、実は私 の、知人がですね、脳梗塞で倒れちゃって、それで、まあ、昔そのパソコンやってたっていうのがあって、ある程度良くなってきたものですから、やってみるかいっつったらやりたいって言うんですね。でやってみて、で1ヶ月働いて1万円いかなかったんです。私はもうちょっとね、申し訳ないことしたなっていうふうに私思いまして、訪ねて行ったんです、はいはい、そしたらね、すごく喜んでるんですよ。ああ、なるほど、で私はだからそういう、リハビリにもなるし、自分はちゃんとできるんだっていう思いがあるわけですよ ね、さっきの新聞配達の人もちょっとした隙間を縫って、また仕事で収入が得られるというのは、とてもそういう意味では在宅就労のメリットってあるわけですよ ね、まあいずれにしてもその努力したくてもできない人にもちゃんと仕事があって、はい、そしてそれで食べていけるような、そんな社会を作っていきたいなと私も思いますし、また小宮さん一緒に頑張らせていただきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。